ハローキティはサンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター群。主人公キティホワイトは猫をモチーフに擬人化したキャラクターで向かって右側の耳の付け根にトレードマークである赤いリボン、またはそれに類する飾りをつけているのが特徴。サンリオを代表する看板キャラクターである。通称はキティちゃん。キティはご表記であり、正しくはキティである。 ハローキティは当時からスヌーピーグッズを販売していたサンリオがスヌーピーに対抗して自社オリジナルキャラクターを開発しようと生み出したキャラクターの一つである。発表当初は女子児童向けキャラクターであったが現在では男女問わず広い年齢層に支持されている。1990年代後半には持ち物すべてをキティグッズで揃えた若者たちを指す。 ヒティラーという言葉も生まれた。また、グッズは2009年時点で、世界約70カ国で展開され、年間5万種類が販売されており、年間売上4000億に到達する年もある。日本国外にもファンが存在する。著名人では、マイリー・サイラスやヒルトン姉妹や・シマイキャメロン・リアス、アブリル・ラビーン、マライア・キャリー、リサ・ローブ、ブリトニー・スピアーズ、クリスティーナ・アギレラ、 レディー・ガガ、レオナ・ルイス、ジャッキー・エヴァン・コ等がキティファンとして知られる。日本国外では日本のポップカルチャーの代表的存在の一つとして認識されている。また、日本国外に輸出されて使用されている言葉である、可愛いの象徴とも言われている。日本では著名なキャラクターであり、キティグッズは文房具を中心として、食品、 パソコンから自動車及びカー用品まで日常生活のほぼ全領域にわたる。日本国外でも国によっては多岐にわたるキティグッズが販売されているところもある。例えば、ミラノのブランドショップ街には建物の2階フロア丸ごとを占めるアクセサリーだけでなく日用品も含めたキティグッズ専門店が存在するという。キャラクターとしての開発は1974年で、 公式にはこの年が誕生年になっているが、初号グッズの販売は1975年3月である。最初のグッズはビニール製の釜口、プチパースであった。このプチパースはキティを含め6種類のキャラクターで発売されていたが、キティのものだけが圧倒的に売れたという。以前はサンリオ社内にも残っていなかったが、顧客が所持していたプチパースをサンリオに寄贈したため、 これ一個のみが現存し、展示されている。プチパースは一度だけ限定で、復刻販売された。ハローキティは、イチゴ新聞の1975年5月1日号で、水泳選手、ジェニー・ターラルの記事の挿絵として紙面に初登場した。最初期は、長なく、暫定的に、名前のない白い子猫などと呼ばれ、1975年頃に、 鏡の国のアリスに登場する子猫にちなみ、キキという名が付けられた。キャラクター名の姓ホワイトは後の設定変更で付け加えられたもの。初期のグッズに描かれたキティは横向きで座ったポーズをとっているが、ラフスケッチの段階では横向きの他に正面向きのものもあった。初代デザイナーの清水優子が当時のアシスタントに、 横向きと正面向きのどちらがいいかを尋ねたところ、横向きの方がシンボリックでいいと返答したので、横向きを採用したという。1976年、初代デザイナーの清水優子の退社に伴い、デザイナーが、米、久保節子にバトンタッチ後、1977年に、初めて立ったポーズのグッズが発売された。1980年に、デザイナーが、 現在の山口優子にバトンタッチ後、デザインに自由度を持たせるためにキャラクターデザインを調整してフォルムが刷新され、1982年には自由なポーズのキティが公表された。1986年にはハローキティのファンクラブが結成された。2004年7月8日、若い女性の間でのペットブームを背景として、キティが飼っている猫とハムスターという設定のキャラクター。 チャーミー・キティとシュガーが発表され、翌年にはチャーミーの妹のハニー・キュートが発表された。キティは擬人化されているとはいえ、猫が猫を飼っているということになる。サンリオでは、チャーミーは、キティとは、独立したキャラクターとして位置づけられている。チャーミー等が飼い主のキティと同じ商品に登場することは、ほとんどないが、いちご新聞2004年11月号の表紙ではキティが、 チャーミーを抱き抱えている。1993年、キティの幼少期という設定のシリーズ、ベビーキティで、キティのボーイフレンドのダニエルが初登場。1999年に成長した姿が登場した。1999年以降、ディア・ダニエルとして独自の展開が行われている。1998年には、キティの友達のキャシーの姉という設定の、 デイジーと同じくキティの友達のトーマスのいとこという設定のコロのキャラクターデイジーコロが発表され同年9月からキティとは別に商品展開を開始したキティはユニセフ関連の役職に日本国内限定のものも含め過去3回ついている一度目は1983年米ユニセフのジュニアアンバサダーに任命された二度目は1994年 日本ユニセフ協会の子ども親善施設に任命された。三度目は2004年期間限定でユニセフの子どもたちの特別な友達に任命された。2004年7月31日から生誕30周年を記念してキティをモチーフにした作品の展覧会キティ EX が全国各地で開催されている。2008年5月から国土交通省の中国 香港観光新善大使に任命されている。女性向けというイメージが強いハローキティだが、ハローキティの生誕40周年の節目を機会に、その規制概念を覆すべく、ハローキティの男性向けブランドである、ハローキティメンプロジェクトを2014年9月より立ち上げ、半球メンズ東京の展覧会で、T シャツなどの展示を皮切りに、様々な男性向けアイテムの商品展開が、 行われている。2018年8月29日に YouTube にて公式チャンネルハローキティチャンネルが開設され YouTuber として正式デビューしたハローキティチャンネルにおけるキティの声は合成音声を使用している。なお、ミミとダニエルの声やハローキティグローバルチャンネルの英語音声は各声優が新規収録という形で担当しているハローキティは 1977年頃に第一次ブームが、1985年頃に第二次ブームが起こっているが、その間に低迷期が到来している。実際に、ティの人気が最も低迷していたのは1970年代末頃のことである。1979年、二代目デザイナーのベ久保節子の退社に伴い、新たなデザイナーに、 山口優子が1980年に社内コンペで選ばれ、山口は全国各地でキティの絵を描くサイン会を開く、毎年柄を変える、季節により変える、グッズの対象年齢によってデザインを変えるなどの様々な工夫を凝らし、売上上位を保持し続けた。山口によれば、この時期のキティは人気低迷が著しく、めちゃくちゃ地味な存在だったといい。 後発のリトルツインスターズの人気に大きく差をつけられ、誰、その猫、みたいな感じだった。何をしても、キキララと比較されたという。キティをサンリオで最も売れるキャラクターに育て上げたいという目標の下、山口は徹底した顧客リサーチを行うとともに、得られた意見に基づきデザイン修正を繰り返した。そして1983年の第一次デディベアブーム。 に乗って描いたテディベアを抱いたキティの絵のテディベアをキティのお友達という設定でキャラクター化し1984年にタイニーチャムとして独立展開させた結果としてタイニーチャムは国内のみならずアジアやアメリカでも大ヒットしそれに伴ってキティの人気も急速に向上していったと実感している1996年頃から女子高生や OL 主婦などの間でハローキティブームが起こった。プリントクラブのハローキテ版が人気となり、サンリオが1995年頃から強化し始めた、高校生以上向けのキティ商品が相次いでヒットした。小泉京子、香原智美、神田うのといった芸能人がテレビや雑誌でキティ好きを公言したことで、ブームに火がついたとされる。実際に1990年代後半頃、 サンリオの収益の7割近くをハローキティのライセンシングキャラクターグッズ売り上げが占めていたというデータもある。1997年、カハラトモミの影響による効果をサンリオ社長が認める発言もしていた。ちなみにサンリオは当時、ブームになると後に廃れやすいという理由でブームを歓迎しなかった。このキティブームはサンリオの業績アップに大いに貢献した。 設定は変更されることがある。この設定は2015年現在のもので、それより過去の資料とは異なる可能性がある。クリップハローキティの家族と友達このほか、2013年7月20日にピューロランドに新設された新エリア、サンリオタウンの新アトラクション、レディキティハウスにおいて、キティのずっとずっと前のおばあさんである、ローズホワイト、キティのずっとずっと前のおじいちゃんである。 フランク・ロイド・ホワイトの存在が明かされている。キティたちが通う自慢の学校は大きな木々に囲まれて立地している。ペットの友達記念日に駅弁駅弁としては、カキのものが販売された。キティランド江崎グリコより発売されている動物をモチーフとしたキャラクターの絵がプリントされた動物ビスケット。百七十八年より発売のロングセラー商品で、名前とは裏腹に、ハローキティや、 サンリオキャラクターとは無関係なオリジナルキャラクターが使用されていた。キティランドが2014年に発売35周年を迎え、ハローキティの方も2014年に生誕40周年を迎えるのを機会に、文字通りのハローキティのキャラクターの絵がプリントされたキティランドである、ハローキティのキティランドとして2013年11月19日より発売されることになり、2016年現在も、 発売が継続されている。キティサンダルキャラクターグッズの中でも特にヒットした商品。キティさんとも言われる。値段も一般的な履物より廉価かつ種類が豊富で、郊外型の医療量販店で多く扱われていることから地方の一部の若者に人気がある。お守り全国にある神社の中にキティのお守りが売られている場所がある。神社限定な上に神社によっては、 季節限定のお守りも存在する。台湾鉄路管理局、キティフトシロ覚悟登園機場派や、ウンラッピング列車スマートベストハローキティ和歌山号それ、以外にもキティ好きを公言している、著名人として、三遊亭ジョージ、辻望美や河原ともみ、星の秋などがある。三遊自動車道ミキー SA ハローキティ型自動、販売機メディアを再生する動画、ベスビアス超大型スターマイン、 シャイニングハローキティ1986年から毎年行われているイチゴ新聞の読者投票企画サンリオキャラクター大賞でハローキティのサンリオキャラクター大賞及びキャラクター大衆イチゴ新聞ランキングの順位は以下の通り2012年以降の括弧内は総合ランキングとは別にイチゴ新聞に届いた表だけの順位であるハローキティは サンリオキャラクター大賞の前身であるサンリオキャラクター人気コンテストの第1回からエントリーしている。ちなみに第1回のノミネートは外部判権を含めた10キャラクターで、その結果はスヌーピー、パティジミー、ハローキティであった。サンリオを代表するキャラクターだけあって数多くあるサンリオキャラクターの中でトップ10より陥落したことがない唯一のキャラクターである。 1998年から2009年までの12年連続で1位を獲得。毎年1位から2位を争う人気を集めるが、2015年は、商売ロックのキャラクター群の人気の影響で7位となり19年ぶりにトップ3から陥落した。2013年サンリオキャラクター大賞1位。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画である、これやります宣言で、 ハローキティは、1位になったらあなたのそばに行ってハグします。と宣言していたが、見事1位にランクインされたためその公約は実施される。運びとなり、ハローキティの誕生日である11月1日より1年間かけて、ハグをしに全国をアンギャすることとなった。なお、チャーミーキティは、ニャーとただ泣いているのみで特に公約はない。2014年は、全100種のキャラクターを、A、 E グループの5グループに分けて、ファーストステージが行われ、各グループの上位4種、全20種のキャラクターから、ファイナルステージが行われ順位が決定されたため、21位以下が存在しない。ハローキティは E グループ、チャーミーキティは C グループにノミネートしていた。2015年は、総合順位は7位だが、コラボ部門では秘密結社高の詰め、吉田くん。 レオナルド博士とコラボしたハローキティが3位、ペコちゃんとコラボしたハローキティが4位、ハッピーワオンとコラボしたハローキティが7位、ニックンセイちゃんとコラボしたハローキティが8位を獲得した。また、今回新設されたキャラクターパフ部門では、得票数1203票を集め3位を獲得した。2016年は、キャラクターを投げると1票が入る、撫でる投票が実施され、 スマートフォン上に表示されたキャラクターを指で撫でる。撫でる投票では、ハローキティは撫でられた時間が1413時間1分16秒で8位に、チャーミーキティは30位にランクインした。また、ハローキティは、総合順位は5位だが、欧州及びアメリカでは1位を獲得した。2017年は、総合順位は4位だが、サンリオショップの票のみを集計した結果、ハローキティが1位で、 ショップの票が最も多かったキャラクターに贈られるサンリオショップアワードを獲得した。また、海外での合計得票数が最も多かったキャラクターに贈られるインターナショナルアワードも獲得、ダブル受賞を達成した。2018年でもサンリオショップの票のみを集計した結果ハローキティが1位でサンリオショップアワードを獲得され連覇を果たした。 2019年は6年ぶりに総合順位で1位を獲得したほか、台湾では3位を獲得した。2020年は、ハローキティは総合順位は5位で、コロナ関連によるサンリオショップの臨時休業の煽りでショップ票を稼げなかったことから順位は伸び悩んだ。また、アメリカでは1位、イタリアとフランスでは2位、台湾とドイツでは3位を獲得した。また、 サンリオキャラクター対象終了後にスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催されハーモニーランドでの順位は1位を獲得やはりショップにおけるハローキティの強さが際立つ形となったまたミミーホワイトがハローミミーとしてキャラクター対象本戦に単独で初参加されチャーミーキティを上回る総合順位19位 いちご新聞ランキング12位にランクイン、恥ずかしがり屋でありながら初参加にして、なかなかの好成績を収めた。この年、ハローキティと二人揃って、仲良しアワードを受賞した。2021年は、ハローキティは、総合順位6位獲得した。また、台湾では3位を獲得した。いちご新聞ランキングでは8位を獲得。また、 ハーモニーランドでのチップで投票では4位を獲得。2016年より、いちご新聞オリジナル企画で、サブキャラコンテストが開催されている。第1回のサブキャラコンテストは、ハローキティからは、ハニーキュートとフィーフィーと上位とシュガーがノミネートされ、ハニーキュートは11位、フィーフィーは20位、上位は24位、シュガーは27位にランクインされた。第2回は、 ハローキティからは、ミミィ、ホワイトと、金魚さんがノミネートされ、ミミィ・ホワイトは1位、金魚さんは21位にランクインされた。第3回は、ハローキティからは、ローリーと、ティムがノミネートされ、ローリーは15位、ティムは21位にランクインされた。第4回は、第1回第3回までの上位20、キャラクター同士の決戦コンテストで、ハローキティからは、ミミィ、ホワイトが1位、 ハニーキュートが31位、フィーフィーが40位、ローリーが59位にランクインされた。仕切り直しとなる第5回は、ハローキティからは上位とティラミスがノミネートされ、上位は31位、ティラミスは25位タイにランクインされた。2018年8月30日より、YouTube でハローキティチャンネルを開設し、バーチャル YouTuber としてデビュー。子供から、 大人までさらに幅広い層に、自身の言葉を届けたいとのこと。たこ焼き、キティやお好み焼きキティなどのご当地、キティ、キティとコラボレーションしたグッズの紹介動画や、持続可能な開発目標の応援動画、キティが好きなものについて語る動画などを投稿している。漫才動画では、ジャルジャルのネタをアレンジした漫才を、ミミとのコンビで披露したところ、ジャルジャルにカバーし、返されたり、 ナイツに書いてもらったネタを披露している。チャンネルには、サマンサタバサ25周年記念イベントに出演していたオースティン魔法ニア SDGs の紹介をする、河野太郎、ニコラ・フォルミケッティも出演した。ハローキティ名義でリリースされたシングル。歌手がハローキティ名義でないハローキティ関連のシングル。その他のシングル。これ以外にも、サンリオ関連の CD やビデオ等で、 キィ名義の楽曲が多々ある。サンリオピューローランドのキャラクターショーでは、君の瞳に恋してるや、ロコモーションなどのカバー曲を歌うこともある。モバイル用にミニゲームのアプリケーションが各販売サイトにて配信されている。アニメ、秘密結社鷹の爪に登場する鷹の爪団とのコラボレーション企画、世界、仲良くを2012年7月から実施。キディランドで、 コラボグッズを販売。山口県のゆるキャラ、チョルルとお友達協定を2013年2月25日に結んだ。この協定は前年12月のサンリオピューロランドのイベント2012サンリオサンクスパーティーで出会ったことをきっかけに山口県がサンリオへの働きかけたことで実現したものでハローキティが他のキャラクターとこのような協定を結ぶのは初めてとなる。 今後、イベントでの相互出演や、コラボレーショングッズの開発、情報発信などを通じて、人々に元気を届けることとしている。ドラえもんとのコラボを2015年8月から実施。サンリオ及び、ライセンシー50社が、コラボグッズを販売。いちご新聞2015年5月号の表紙にて聞きと、ドラえもんが共演している。ハローキティの誕生45周年を記念して、 クレヨンしんちゃんとコラボを実施2019年2月5日よりハローキティとクレヨンしんちゃんのキャラクターが共演した様々なコラボグッズが発売されている名古屋札幌パルコにはクレヨンしんちゃんとのコラボカフェも期間限定でオープンしているまたアニメクレヨンしんちゃんの2019年5月10日放送分キティちゃん VS ブリーちゃんだぞでハローキティが ゲスト出演する。なお、アニメ、クレヨンしんちゃんにおけるサンリオがデザインしたキャラクターとの共演は、2014年2月28日に放送された、ゴーちゃん、についでに例目となる。また、ハローキティのデザイナーの山口優子が、マンガタウン2019年3月号で、クレヨンしんちゃんの世界にアクション仮面のファンとして登場している。Wii 優先用ゲームソフト、 スーパーマリオメーカーにて、ハローキティのキャラマリオが、サンリオキャラクターズとして、マイメロディと共に配信。2008年11月1日、JR 西日本の IC 乗車券、アイコカのキャラクター、カモノハシのイコちゃんとのコラボレーションで、キティがカモノハシのイコちゃんのかぶり物をしたぬいぐるみを発売。ちなみにキティとカモノハシのイコちゃんは誕生日が、同じ11月1日である。 2014年から多くのアメコミを刊行している DC コミックスの女性キャラクター、ワンダーウーマン、スーパーガール、バットガール、ハーレークイーン、キャットウーマン、ポイズンアイビーとコラボレーションを行いグッズが展開されている。2017年にはガルガドット主演の実写映画、ワンダーウーマンの公開を記念してコラボレーションが行われた。 三井不動産リアルティは、サンリオの協力のもと、2016年の1月の東京浅草を皮切りに、名古屋栄、福岡中州、岡山表町、仙台一番町、大阪な庭の全国6カ所で、ハロー危機とコラボレーションした駐車場を運営し、浅草では、山道の石畳や町鎮、名古屋では、手羽先や、シャチホコ、福岡では、 明太子やラーメン岡山では桃太郎にちなんだ動物屋岡山城、仙台では仙台七夕祭り、大阪ではたこ焼きや串カツといったデザインが盛り込まれた地域色のあるハローキティの看板やパネルが設置され、場所によってはベンチや記念撮影のフォトスポットなども設けられている。ありがとうございます。